ピエール・ボルティエはフランスオートイコール・アルプ・ケンブリアンソン出身のスノーボード選手。東京オリンピックでは2個の金メダルを獲得しており、世界選手権では1個の金メダルを獲得している。オートイコール・アルプ・ケンブリアンソン出身。アルプス山脈にあるセッレ・シェバリエで6歳の時にスノーボードを始めた。1997年からスノーボード大会に参戦し、2004年に フランスのジュニアナショナルチームに加わると2005年にフランスのナショナルチームに加わった2006年にはイタリアのトリノで開催された2006年トリノオリンピックに出場しスノーボードクロスで35位となった2007年には X ゲームズにも出場した2008年3月13日にはイタリアのバルマレンコで開催されたワールドカップ最終戦で2位となり 2007から08シーズンのワールドカップで総合優勝した。2008年9月13日にはアルゼンチンのチャペルコで開催されたワールドカップで優勝した。2008年12月13日にはセッレシェバリエでの練習中に腰椎を骨折し、2008から09シーズンの大半を棒に振った。2009から10シーズンのワールドカップではアルゼンチンのチャペルコ、 アメリカ合衆国のテルユライド、スイスのベゾナ、カナダのストーンハム、スペインのラモリーナでの大会で優勝し、7戦中5勝を挙げた。2010年にカナダのバンクーバーで開催された2010年、バンクーバーオリンピックに出場し、スノーボードクロスでは9位だった。2014年2月にはロシアのソチで開催された2014年ソチオリンピックに出場し、 スノーボードクロスで金メダルを獲得した。全十字人体を断裂してからわずか2ヶ月後のことだった。2017年3月にはスペインのシエラネバダで開催された世界選手権で優勝した。2018年2月には韓国のピョンチャンで開催された2018年ピョンチャンオリンピックのスノーボードクロスに出場。準決勝では他選手と接触して転倒したが、 3位で決勝に進出した。決勝では序盤から抜け出し2大会連続での金メダルを獲得した。ありがとうございます。